내 모습 찾았어요. 사라졌지. 성탈 같이 살았다. 내 군 성탈 자 성나스 못 온지 빼빼 빼땡긴. 어이 문어 극주 알았다. 아이고 이렇게 쉬워. 누가 사무라이친 남섬 태반 어머 너는 누가 사무라이친 남섬 태반 핸드만 ямар ч урмаар алга зөв тентвэн хан бейшвэн тэмэ хэцээний явчжээ
авсан хөдөө шиг. お前がいてよかった。いや！走れ、そろ！遠慮なくご覧ください。よくぞお越しくださいました。ではどうかご武運を。
칭하루 제이왕사 가게로 돌아! お侍様、ゆうべ現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。シノでございます。シノ。
して何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。お気をつけください。カッパは空腹のはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやれ。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。跡が続いておる。シナの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。尋常に勝負。カッパではない。あんたはただの賊であろう。ある意味化け物か。
ちに誰かいる。どう？ここに隠れてる。やはり。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いいえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。旗をお持ちください。謀反者の槍川家が蒙古と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。志村殿は槍川に加勢を求めている。今は昔のことを忘れ力を合わせるべきだ。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔、槍川の戦士は英雄であった。
謀反者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。あなた様のご助力ありがたく存じます。Come on.
ここへ。よし。
違いねえ。お気をつけ。なされ元
とやりかは危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる遺伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。修行を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒されるなれど、堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の意地で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物を絶えざる。民が願うは志村の死、時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れると言います。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。
領に当てて誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。馬までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ芝の者も犠牲に。こいつら人を撃ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。何か入り用で。助かった。役に立ちますよ。質がよろしいですね。ここで良い知らせをお待ちしてますね。いかがでしょう。それで猛虎を倒してください。どうかご自愛ください。Thank you.
槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。酒井様、何かご用ですか。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。訳を聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営のものは特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。ここにも社がある。
文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、社に備えられていたものだ。槍川の武士の兜。飲みの寝床ではないか。槍川家の旗がある。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。怨霊がかけていきました。姿を見たの。行き先は金剛の庭の方です。不気味なほど蛍が集まっております。金剛力士の像。
ここに違いない。社だ。だが怨霊は俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため我が安らぎを与えるのだ。動き見切った。お前も槍川で死ね。決め切った。お前も槍川で死ね。たあいない。それでも武士か。決め切った。お前も槍川で死ね。極めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前だ。お前は腕が立つな。怒りのあまり真の敵を見誤った。憤怒の舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。
あんな囲い抜けられるわけないよ。何か手はあるさ。見つかったらこれされる。アザモからも出られたろ。のムクロ、トモエの修練場は近くのはず。
勝負しろ。待たせてしまったな。来てくださったのですね。道中気をつけよ。
出发。逃がしてやる。助けに来てくださってありがとうございます。さあ早く逃げよう。Perdiu! Já!畑を失ってしまうかと思いました。鍵は猛虎に奪われたのか。いえ、お持ちください。これで猛虎はもう何も奪えません。鍵は揃った。鎧は赤島にある山の上だったな。
샘 내게 멋졌어. 야 선배. 역사 선배. 鍵を刺したのか。
古作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。身内同士で戦ってたって。カーンは自分の兄弟とは。モークは刀鍛冶を使って、鎧を仕立て直しましょうか。お体の傷も減りましょう。より頑丈になりました。お体の傷も減りましょう。礼を言う。陰ながらご分をお祈りしてます。太刀を鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。そこら中に猛虎がいる。私たちもすぐに。手に入りにくいものが揃ってますよ。
それで勝利を。道中のご無事をお祈りしています。初雪のごとく白い染め物ですよ。蒙古には白き冬の神に見えるはずです。また来よう。
役立つものばかりです。では手に入りにくいものが揃ってますよ。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？あなたのご武運を願ってますよ。うちの道具を見ていってください。また頼む。ご遠慮なくご覧ください。手に入りにくいものが揃ってますよ。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？
どうかお気をつけて。刀鍛冶をお探しですか？酒井様、十分な素材をお持ちください。磨き上げましたよ。助かった。またいつでも。